でまずですね、これ普通のアームスリーブと違ってですね、ちょっと中に滑り止めのこの素材が入ってますので、通常のスリーブのようにこうスッと履けるようなものじゃないんですよ。ああ、なるほど。はい。で、この滑り止めが入ってますので、靴下のようにちょっとまくり上げてから装着していただくのがポイントになります。なるほど。で、まずこの穴にですね、手首を全部ズボッと入れていただきます。で、母子のですね、付け根部分、ここに滑り止めの生地が当たるようにセットしていただきます。親指の付け根部分の、はい、に滑り止めのこのラインを、まあ、テーピングのラインを当てていただきます。この2本線の間ってことですね。そうです。で、この時点でですね、これをグッと引っ張ってしまうと後で回すのが難しくなってしまうので、この時点でできればもう回していただいて、このまま上にグッと引っ張り上げていきます。すると巻きながらですね、体内の制限が入りますので、で最後にこの最後の部分をグッと上まで引っ張っていただければですね、この一手で装着完了です。でこれですね、実際にもう力を抜いていただいて装着すると自然と腕が体内するように回ってますね。そうなんです、自然と内側に回るんですよ。こっちに戻そうとすると、戻そうとすると壁ができてしまいますので行かないんです。でその時にフォアハンドのショットなんかがすごい筋肉を誘導してしまいますよ、要はサポートしてしまうっていうのが特徴になります。もともとやっぱりメインはサーブですかね。サーブですね。サーブとフォアハンドのショットに例えば回転がすごいかかりやすいとか、痛みが出るような方なんかじゃなくてですね、通常の方なんかでも誘導してしまうので、一般の方なんかでも対象者になってしまう、なるというのが特徴になります。そう、ひねり戻しがグッときます、ひねった後の戻しが自然にきます。でサーブのプロネーションも一緒、まあ、こっちもそうですね。こうするとこっちに戻しがきます、自然に。自然に、はい、自然にこうきます、でこれは今プロネーションというふうに変えないというふうにですね歌ってますが、例えばバドミントンの時とかですね、あとゴルフの時っていうのは海外もすごい大切になってきますので、このラインを逆に回していただければ海外のサポートもできますよ。なるほど。というところになります。ということは左利きの方は逆に回せばいいってことですね。であとこれ装着を外す時もちょっと特徴がいるんですけど、肛門はこれ、あ、じゃあ通常のアームスリーブのように引っ張ってしまうと、この滑り止めがどうしても皮膚に当たってですね、傷つけてしまって恐れがあるので、できればもうこのまま裏側からこうスルスルっと取っていただいた方が、そう、あの外しもやすいですよ。はい。どこに？これサイズは、これサイズは S、M、L の3サイズありまして、女性の方であれば S サイズがいいかなと、で男性のそんなに腕が太くない方でも S サイズがいい。今私は S を。 S でした。はい。サイズ測るのはどこのサイズを測ればいいんですか？肘上5センチですね。5センチ、はい、肘上5センチの周囲を測っていただくと、ようになります。でこの素材も特徴的でして、これも肌にすごい優しい素材を使っておりますので、肌の弱い方なんかでも使っていただけるというのと、あとはもう UV も効果も入ってますので、女性なんかでもすごい優しい、そういった素材になってます。なるほど。